はい、どうもありがとうございます。えっと、大阪市立大学の白藤と申します。えっと、本日あの、このプラズマ弾丸が撃ち抜けば、えー、多孔質体は浸水化というタイトルであの技術シーズンの説明をさせていただこうと思います。えっと、よろしくお願いいたします。えっと、まず最初にあのこの技術の背景をちょっと説明させていただこうと思います。 えっと背景2つございまして、えっと、1つ目がです、ねえっと、この大気圧プラズマジェットというもののご説明なんですけれども、えっと、見てくれはまあこの写真にございますように、えー、こういうガラス管にです、ねえー、ヘリムガスを流しましてでこういうふうに電極を2つつけて高電圧のパルス電圧を加えますと、まあ、見てくれこういうふうなジェットみたいなものがプシュッとこう先端から吹き出るんですね。 でえっと、これ見てくれはこうなんか物が流れてこう下流にこう出てってるようなそんなイメージで見えるんですけれども実はあのこれここに書いてありますように単純な物質輸送型のジェットではないというどういう意味かと言いますと、まあ、ジェットっていうのは大体あの,あの水のホースからビャーと水が出るようなそんなイメージをお持ちになるかもしれませんが。<laughs> これ実は光ってるものがこういうふうにビューッとこういっぱいたくさん流れてるわけではなくてですね下にこの高速カメラで撮ったあの画像がございますけれどもえ光ってる起点ですね玉みたいなものが時間的に何回も何回もここをこう飛び出しているというこれを何回も繰り返しているがゆえにまあ目で見るとジェットみたいに見えてるんですけれども。 でえこれ、あの実際見てみますと、ですねヘリウムガス流してますから、これの流速わかるんですが、これが大体2メーターパーセックぐらいです。これに対してあの高速カメラのこの起点のこう移動速度、この移動距離と時間とでこう計算してあげますと、なんとあの18キロメーターパーセックというガスの流れに比べるととんでもない速いスピードでこれは動いてるんですね。で、えー、これが結局なんやということなんですけれども、あの こういうい形ですねこの高純度のこのヘリウムのガスのところで満たされた空間をですねあのこう光っているところこれ実はあの電離というプラズマというものができる現象そのものがこういうふうに電播しているということが実は分かっていますですからこういうふうに玉みたいなものが電播しておりますので我々これプラズマ弾丸と呼びましてそれが電播しているとそういうあの見方をしております。 ただし、これ、電播するときに条件が必要になりまして、どういう条件かといいますと、ですねあの高純度のヘリウムで満たされている必要があるということですね。筒の中は高純度のヘリウムガスが流れておりますので、そのまま電播してまして、外へ行きますと、先細りしておりますけれども、これは要するに空気で汚染されてしまうからなんですね。 でどれぐらいまでのところでこ,うこの弾丸が電播するのかといいますと大体99%以上のヘリウムの純度があるところであればこの光ってる弾はですねちゃんと電播するということが分かっています。これがまず1つ目のこの大気圧プラズマジェットというプラズマ弾丸が撃ち抜けばというこのプラズマ弾丸とは何ぞやというまずこの説明になります。 次に、それのこれの使い道の背景の説明をさせていただきます。これが2つ目の説明なんですけれども、えー、骨再生スキャフォールドというものがございまして、なんじゃこりゃと言いますと、あのー、骨がこういうふうに欠損した場合ですね、ここにですねあるものを埋めるんですね。 なんで埋めるのかと言いますと、後で骨がちゃんと生えやすくするために、隙間が空きっぱなしですとなかなか骨が生えてきませんので、ちょっと埋め物をしてあげるんですね。その時にこういうイゲタ状のこういうものを埋めてあげます。で、そうしますと、あのこれをまあスキャフォールドといいまして、えー、日本語で言いますと、足場。 ですね、建物を建てる時にあのイゲータ状のものをいっぱい周りに組み立てますけれども、まあ、あれと同じですねあれは建物を作る時にいろいろとこうやりやすいようにするんですがこれ骨作る時にやりやすいようにこう、まあ、足場を組んでると思っていただければいいと思います。で誰にとっての足場かと言いますと骨細胞にとっての足場なんですねこれを頼りにして骨細胞が生えていって何もなしの時と比べると早く骨が再生するということで使われているんですけれども。 まあ最近ではですね、骨欠損のところ、形がいろいろございますので、最近流行りの,の 3D プリンターというのを使って作るというのが研究されています。でしかも、えー、これあの、体の中で消えてなくなるような、そういう生分解性の物質の,あの素材を使って、ポリ乳酸といいますけれども、そういったものを使う試みがなされています。 ただですね、この物質、そのまま突っ込んだら使えるかと言いますと、実はすぐには使えないんですね。なぜかと言いますと、こポリ乳酸とかいうこういう高分子というのは、まあ、多くの場合、水をはじきます、疎水性と言いますけれども、ですから、あの水をはじくようなものに細胞もくっつかないんですね。 ですから、前もってこれを水に馴染むようなこう処理をしておかないと、それを浸水化処理というんですけれども、でこれをすることで、ここの中に入れることがまあ意味があるということになるわけですね。 まあ当然、体の中入れますの、ね、で、明菌筋というのも必要になるんですが、これはまた別の話になります。それから、もっと高度な表面処理をするということで、浸水化をしたあとに何か他の処理をしてから埋め込むというのもあるんですが、今回のお話の主題は、この浸水化に関するお話になります。で、この浸水化スキャフォールドのですね、実は従来法にちょっと不満がありまして、 あのまあ、不満がありますのでえ先行特許が私以外にもあるんですね実はで。どんなんがあるかというのをちょっと紹介しましてでそれに対して私は何をするんじゃということをあの説明させていただきます。これがあの既存の技術ですあの浸水化するためのですね、えっと、従来昔からやられているのは NAOH という水溶液にジャポッとつけるやり方なんですけれどもこれはつけるだけですので非常に簡単です。 ただ短所といたしましては、えーまあ、とにかく時間が長いというですね、30分、まあ、30分ぐらいなら待てるかなというのはあるんですが、あの多孔質体の穴の径の,あの大きさとかあのの、数とかですね、によっては数時間かかる場合もあります。で、これだけでしまいかと言いますと、えー、NAOH なんかにしたしたものを体の中にそのまま入れるわけにはいきませんので、水でちゃんとリンスしてですね、これがまた12時間とか、えらい時間がかかります。 で場合によってはその NAOH のこう濃度をですねちょっと高くしてもっとこう浸水度を高めるとかですね速くするとかそういったことをするとじゃ逆にですねこうポリ乳酸がちょっとへたってしまって機械的強度が劣化するなんていうのもあるんですねで、まあ、こういったのがありますのでこの NAOH の親戚っていうのをもっと他のことでやれないかっていうので、まあ、ウェットじゃなくてドライでやるという方法が提案されてましてこの下のこうパテントですね えー、一つ目は減圧のプラズマこれは真空容器の中で、まあ、放電現象を使ったプラズマっていうのを作りましてそれにこのスキャンフォールドをさらすわけですねそうしますとだいたい数十分ぐらいであのこのスキャンフォールドが浸水化されることが分かっていますただまあプロセスの時間自身は数十分で済むんですが真空容器ですので、まあ、真空排気にえらい時間かかるんですね でしかもこの装置自身が真空装置ですので結構高いというですからまあこう,こういう装置で実用化されているものっていうのはちょっとまだお見,えあの見かけておりませんで同じパテントの中でもう一つもっと簡便な方法というのが提案されていてそれが大気圧のプラズマジェット先ほど紹介いたしましたジェットを使うという方法です これですと真空容器いりませんしプシュッと大気圧のこのジェットを照射するだけでいいですので非常に簡便です。で、えー、しかも実際これ特許によりますと短時間数秒から数分でこう浸水化ができるんですね。しかしながらあの1つ大きな短所がございましてここにちょっと絵で描いてございますけれどもあの照射した表面金傍だけしか浸水化されないんですね。 でこれがまあせっかく簡単でいいんですけれどもそもそも中まで浸水化できないというのはちょっとまずいですねということになるわけですね。でこれに関しましてちょっと考察をしたあのことを紹介させていただきます。この耐気圧プラズマジェットをプシュッと照射したら全体が浸水化してくれたら嬉しいなというもんではあるんです。 ですね、で先ほど、あのジェットは光っているプラズマがそのまま電播している、プラズマの生成しているものがこういうふうに電播しているというあの説明をいたしました。ですから、これがそのままこうちゃんと通過しているんだとするとです、ね、このスキャーフォールド、私串どもが頭に描いているのはこんな感じですね、プラズマがこうずっと中を電播しながら、浸水化しながらずっと電播すると。 こんなことが起こってこれたらまあ中をくまなく浸水化できるわけですけれども残念ながら先般のこの線香特許では表面だけしかダメですという結果になっているんですね。なんでこれダメなんですかねというのをまあ少し考えてみたわけです。で、もしこれあのちゃんと中まで浸水化できたらですね、簡便で早いしとてもいい技術ではないかと思ったわけです。で、何が問題なんでしょうということですね。 なんで表面だけ四角を浸水化されないのかこれをちょっと紐解いてみたのがこちらなんですけれどもこれは実験ではなくて計算機シミュレーションでやったものですあの先ほどあのヘリウムのプラズマ弾丸というプラズマ弾丸が電播するためにはどういう条件が必要かっていうのをちょっと紹介しましたが純度99%以上のヘリウムが満たされてないとそこはプラズマ弾丸が電播しませんということがあらかじめ分かってるんですねで こういうふうにヘリウムのガスをブシュッとこうスキャフォールド、多硬質体、ね、に照射したときに多硬質体の中全体がちゃんとヘリウムで満たされるかなっていうふうに計算してみたのがこちらです。でこの白い線で書いてあるのが99%のラインですね。それより外が99%よりもちょっと濃度があの汚染されて低くって、内側は99%以上ですと。 でこれを動画じゃなくて静止画像にしているのがこちらなんですけれども、まあ、もうすでにご覧になってわかると思いますが外からヘリウムをプシュッと照射しただけではですねスキャンフォルドの全体が99%以上のヘリウムにはならないっていうことですねですからまあ表面金棒だけしかこう弾丸が伝播できるような環境が整っていないということになります。で、 ここから充電の,のその問題点ですやり方の問題点をちょっと抽出しまして、問題点は何かなと考えますと、まあ、このプラズマジェットというもんですね、弾丸、プラズマ弾丸をこう、ぐしゅっと出す、そういう役割とですね、ヘリウムでこのタコシ体を満たすという役割と両方やらされてるわけですね。で、こう弾丸を出すっていうのはプラズマジェット。 そのものしかできませんけれども、あのヘリウムで満たすっていうのは別の方法で何かできたらですね、あの役割分担をちゃんとできるんではないかと、要するにプラ、大気圧プラズマジェットはまあ弾丸の射出だけをやってくださいと。 でヘリウムでこのスカフォールドの中を満たすのはです、ね、あの別にちゃんとやってあげますからということをやればですね先ほどのこういうことですね弾丸がプーッとこうたあの多孔質体の中を伝播してくまなく浸水化をしてくれるっていうのができんじゃないかと考えたわけですただこれあの短絡的に考えますと次みたいになるんですねえっとこれあの短絡的な考え方ですけれどもまずヘリウムで多孔質体を満たす 短絡的に考えると、とりあえずこんな感じですね。あの容器の中にスキャンフォールドを入れまして、でちょっぴりまあ中ちょっといっぺん廃棄してからヘリウムガスを詰めるということをしないといけないかと思うんですけれども、あのまあ、こういう感じですね。えー、普通に考えると。 ただ、まあ、これしたらもう見ている方は、何をアホなことを考えているんだと思われると思うんですね。こうそこう容器の中に入れてから外からプラズマ、プシュッとやったって、絶対プラズマ、中入らないじゃないかと、えー、何をアホなことということになるんですけれども、えっと、まあ、でも、これもしですね、次のスライドにお見せしますけれども、こんななったら嬉しいなということなんですね。あの外側からプシュッとやったら中にもプラズマできますよっていう。 でまあ、こんなことが果たして本当に起こるのかなっていうのが実はあの簡単な実験をやってたときに見か,かったんですね。それをちょっと紹介させていただこうと思います。要するにあの板で仕切ってあるのにプラズマ弾丸っていうのはこう向こう行くんかなという実は行きますというのが次のスライドなんですね。こちらです。あの実験としては基礎実験なんですけれどもこれガラス板ですね。 で下側からは先ほど冒頭で紹介しましたプラズマジェットなるものをブシューと照射しております。で上側からはあのプラズマジェットじゃなくて単なるヘリウムのガスをガラス管からプシューと照射しているだけです。でえー、っとこれがまあ実体の放電する前の写真なんですけれどもこちら側があの放電して弾丸がですね、ジェット照射すると光っている弾丸状のプラズマがこう電藩していって ガラス板にボンとぶつかってってなるんですけどここも見たらかると思うんですけれどもあのガラス板の向こう側にも弾丸がいってるわけですね上側には別にプラズマ作る道具は何も用意してないんですけれどもまるであのプラズマが板を貫通してるようなそんな現象がまあ起こるというわけですね。 でこれはあの高速カメラで追跡している写真ですけれども、右側のこちらはあの普通のシャッタースピードの遅いあのデジカメで撮りますと、まさに下から上まで貫通しとるということが起こって、まあ、これはもう現象的にも結構面白いなと思って見てたんです。何に使えるかよく分かんないけどって思ってたんですけどね。 でこれ、あのこっち向けにしか行かへんのかなということで、どあのヘリウムのこのジェットをです、ね、90度寝かして、ピシューと横向けにこう照射しているところへ、下からプシュっとこう垂直に、えー、当てますと、ですねジェットどうなったかと言いますと、あの、えー、まあ、要するに右側にも左側にもプシュプシュとこう広がってくれると。まあ、言いたいことは何かと言いますと、 あのヘリウムがちゃんと高純度先ほどの電波する条件99%のヘリウムですねこれがちゃんとそこにおればですねそっちの方向へ、まあ、別にガスの流れ関係なしにですねビヨット電波していくというわけなんです。ですからあのこれ、えー、ともしやこういうことに使えるんじゃないかっていうことで最初の2番目の背景ですねのところに結びつくわけなんですけれどもこちらですね。 あの先ほどこんなことしてもあのアホかというふうな感じになる技術なんですけれども容器の中にちゃんとヘリウムを満たしてですね外側からブシュッとプラズマジェットを当てるとそうするとあのこの中ヘリウムちゃんと満たされてますから弾丸がちゃんと伝播するという状況は実現されているんですけれども、まあ、そこにプラズマをつけようとした時ですね 容器の外からこうプラズマを照射するなんていうのは普通はあんまり考えないんですが <laughs>、これちょっとやってみたところ、先ほど示しましたように、ちゃんとあの板を通過するということが分かりましたので、じゃあこれをスキャフォルド処理に使えないかなということでやってみたのがこれなんですね。3D プリンターでまああの作りましてですね、ポリニュー酸のスキャフォルド、こういうふうなイゲタ状のものですけれども。 で、これをまあ、余計な中入れましてですね、ヘリウムを満たしまして、外側からプシュッとヘリウム当てると、ヘリウムジェットを当てると、そうしますと、まあ、これは処理しているときの写真なんですけど、中にちゃんとこうプラズマができてましてですね、あの、単にここで光ってるから、それが反射してここに映ってるっていうふうに見えなくもないんですが、そうではなくて、実際、こう、電波しております。で、まあ、これを処理することによって、じゃあ、スキャフォールドはいかなる、 状況に変わったかということですね。浸水化してほしいわけですけれども、その結果を次にあのお示しいたします。えっと、こちらがあの実施の結果ですね。えっと、3D プリンターであのポリ乳酸というものをイゲタ状に組んだ、その直後のスキャフォールドにこう水をこうちょっと垂らしたわけですね。そうしますと、どうなるかというと、まあ、字で書いてございますけど、全く透水しない。 えー、水垂らしてもですねじ20分待ってもなかなか水が染み込まないこれではあの細胞もなかなか張り付きませんし、えー、骨再生スキャフォールドというにはちょっとはばかられるそういう素材になります。 でところがあの、今回提案しておりますやり方で、5分間、ちょっとこの、こういう処理をですね、5分間だけピューッとやりまして、その後取り出しまして、えー、水滴をちょっと落としてあげますとですね、あのこれ、あの表側と裏側と両方ありますけれども、どっちも同じような感じになるんですがあの、5分間処理した後のこの透水性を見ますとですね、ここに、えっと、 0, 0秒から0.8秒まででしか書いてませんが、まあ、要するに非常にこう一瞬で水がちょっと染み込んでしまうというあのすごいいい結果が出たということですね、えー、ものの1秒もたたんうちにあのすぐに水が染み込むということでこれならあの細胞もくっつきやすいだろうということですね実際にこれを使ってあの骨欠損したところに埋め込んでですね であの細胞が生えましたよく早く生えましたというのはまだバイオの方との連携なが必要になりますのであの我々自身としてはまだやってないんですけれども、えー、こういったあの多孔質体ですね普通ですと中を浸水化するのはなかなか難しいんですけれども、まあ、比較的あのできるようになりましたというあの技術であります。 でこうした技術の想定される用途といたしましては、今回は2つ目の背景で述べましたように、もうすでに骨再生スキャフォールドの浸水化というターゲットを1つ挙げさせていただいておりますけれども、あの他にも、まあ、とにかく連続の多項体ですねえ、こういう形で穴が全部つながっている、端から端までですね。 そういうもので、なおかつその穴の径がですね、えー、プラズマというものができるためには、大体サブミリぐらいまでの大きさでないとなくて、ナノスケールのプラズマというのは実はありません,んでですね、サブミリ程度のこう隙間を持った連続多項体、あるいはサブミリ以上でも構わないんですが、そういった骨組みで組まれているものですね。 でなおかつ、その骨組みが絶縁体である必要があるんですけれども、こういうものであれば、あの今のこの技術ですね、あの大体い何でも使えるのではないかと思っております。で、その一つ目の要例といたしましては、まあ、3D プリンターで作ったあの骨再生スキャフォールドですね、これを浸水化して、まあ、生態的合成をアップするということ。 それからそれ以外にも、まあ、最近ですとマイクロリアクターというのがございましてこういった連続多項体ですねこんなあのイゲタ状ではございませんけど端から端までつながっているリアクターが高、まあ、分子を使って作られております、まあ、こういったやつの、まあ、浸水化をするとかですねあるいは、まあ、こういうふうなものをまあこう えっと一本ずつこうつながっているやつじゃなくて、こういうつぶつぶがいっぱい集まっているようなもんでもですね、つぶつぶ1個1個の表面をこう同じような感じで浸水化できるのではないかというふうにも考えております。まあ、他にもあの業者さんといいますかあの企業の方の目からするとこれは困難に使えるかもって思っていただける方がいるかもしれないんですけれども、まあ、そういったところで連携ができればなと思ってこういうところで発表させていただいております。 でえっと、実用化に向けてあの課題はあるのかと言いますと、確かにありまして、ですねあの現段階ではもう話を聞かれている段階で分かっておられる方は分かっておられると思うんですが、このヘリウムというガスはです、ね、非常に高いガスです、それをこう湯水のごとくバーっと流しっぱなしにするこのプロセスというのは、非常にランニングコストが高いですから、大概こういう話を学会とかで話をしても、ですねあの高すぎるから使えませんって言われるんですね。 ですから、まあ、今のところあの放電ガスとして安価なアルゴンガスにするとかですね、他にもちょっと解決方法、いろいろ検討中でして、あんまり高くない低コストでできるように、これ一応今、研究しております。でまあ、例えばガスを変えたときに、じゃあ、弾丸だんするんかと、さっきヘリウムなんちゃ何とかパーセント以上とか言,言ってましたですね、あの実はアルゴンでも電播するというのは、学術的には分かっております。 ただこ、こういうあの技術にうまいこと使えるかどうかは今現在あの研究中なんですね、はいで。企業の方々への期待、私がする期待としましては、まあ、2通りございまして、私がやっておりますのがプロセス技術でありますので、そのプロセス技術を実現するための装置を作るメーカーさんなんかが、もしもあの本研究にご興味があれば、ご一緒に。 作りませんかというそういうご提案をさせていただきたいと思いますもちろんあの企業さんですからあの企業さん側のこういったことに使いたいっていうことがございあると思いますのでまあ、そういったところをあの一緒にあの問題解決できていくするようなところへつながったら嬉しいなと思っておりますまたあのこの技術をそのまま使う 使いたいっていいたたととう方ががおられてもとててももありがたいと思っていますその場合にはあの現在お手持ちのこの装置ですねあの研究室にございますので処理してみたい部材を持ってきていただければピュッと処理してみて、えー、場合によってはあ「先生これダメですね」って言われる場合もあるかもしれませんがあのうまいこといけば何か共同研究につながればと思っております。 でえっと、この本技術に関する知的財産権に関しましてはこういうふうな形で一応あの特許出願をさせていただいております。それから、山岳連携の経歴に関しましては、まあ、手前味噌なんですけれどもあのどなたとも連携したことございませんというそういう人間ではなくて、まあ、いろんな方とあよしにせよ、あしきにせよいろいろとあのやらせていただいております。でえー、本研究の、まああの本 技術ですね。のお問い合わせといたしましては、本学大阪市立大学に u r a センターというのがございまして、ご担当の方があの山崎様という方がご担当いただいております。連絡先はこちらになっておりますので、えもしもあの本技術ご興味ございましたら、ぜひ本学にコンタクトいただければと思います。はい、あのご清聴ありがとうございました。発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。